ということで、じゃあもらいに行きたいと思います。よし、行こう。これはいいな。いいのもらってきてよ。ん？いいのもらってきてくれ。どっちの意味？どっちの意味ですよ。お邪魔しまーす。あーこれ、あ、失礼しました。東海オンエアです。ちょっと無人島に行くんですけど、はい、なんか一つ託していただけないかなと。しゃーねーなー。あ、ありがとうございます。おー、あらっそう。なんかめっちゃ最近出した動画で、はい、山の格好で海に行くやつらと、はい、海の格好で山に行くやつらと、はい、どっちが楽しいのかって企画があって、はい、熊よけの鈴だって。おー、見てらっしゃる。熊よけの鈴。うわ、すげえ。動画にあったよ。それでも熊来ない。自然がたくさんあるので、こちら、はい、里山植物図鑑。おー、めっちゃ仕事でいいな。おー、山ねえんだ。食料部門ってことで、この植物図鑑。違うんだよな。こっち完全にバカンス行く人なんだけど。確かに浮かれちゃって、これ、まあ、僕が水着。あ、水着着てた。着てたわ。あ、使えるかも。あ、これ使えるかもね。そう、それはね、使えるよ。で、まあ、浮きはであとバカンスにも使えるし、まあ、なんなら獲物とかがいた場合に、あ、そうだそうだ、狙って、こうあああ、とこれこれこれ無人島暗いかもしんないから。なあ、暗いから。なあ、多分サイリームカンってやったら5分ぐらい光るから。拠点の周りにこれを刺すと言ったら来ない。5分だけで、5分だけで、5分だけで。寝て起きた人じゃん。本当にマジ焦ってきちゃったわ。これあげる時間なんだじゃん。この暑いから暑いから。ありがとう、ありがとう。今から今ちょっと見せないけど帽子をいただきました。ありがとうございます。僕のあげるものこちらです。やばいじゃん。これです。向こうであげてもらおうかな。これやばいじゃん。これこれめちゃめちゃ今入ってる。はい、くんちに初めてお邪魔しております。失礼いたします。ありがとうございます。はい、なんかいい、いいですか。もちろんです。あ、怖いんだよな。何？私が用意したものですね。え、これですか。何かと言いますと、はい、こちらが冬場、冬場寒がりなお野菜たちを育てるビニールハウスです。おお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 、面白い。真夏のバカじゃん。ビニールハウスやるかというと、まあ死ぬほど暑いんですよ。まあ、それだけちょっとデメリットなんですけど。お前沖縄やばいぞ。こちら ありがとうございます。いや、まあまあとりあえず持っていきました。オッケー。はい、いや素晴らしい。やった、ありがとうございます。いや、超楽しみ。エイク君からビニールハウスもらいました。すげえな。あれだ、やめて、始めそう。俺はやめて。何か、何かが起きた。何かが起きた。すいません。なんかで、今とこ切った方がいいですか。大丈夫ですか。大丈夫だ。大丈夫なんですか、今のとこ。いいっすか。よく来たね。すいません。よく来たね。今日の、今日連絡して、いやいや、とんでもない。夜行っていいですか、なんて言って。すいません、ありがとうございます。とんでもないです。前回さ、ほら、事務所だったじゃん。はい、そうですね。今回わざわざ来てくれたから、いろんなものがあるわけよ。そうですよね。いや、これとかさ、普通にいいと思うんだけど。おー、めっちゃいいじゃないですか。めっちゃ涼しいんだよ、これ。トミーが潔癖症そうなんで、はい、なんか汚いもの触るときに手袋持ってる。いや、全部汚いっす。全部汚いの。無人島全部汚いっす。トミーがクーラーなくて泣きそうになったときに使って。泣きそうになったとき僕が。すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう。僕初めてですね。初めて。あ、そっか、カント初めて。いや、あります。いただいてあるね。え、なんだろう。まずはパチンコ台があって。あ、これめっちゃおもろいっすね。娯楽だね。いや、知ってますよ。うわー、ほら、海物語ですか。とにかくちょっと打っていいですか。あ、どうぞどうぞ。 OK、大丈夫。もし出なかったりした時、何も落ちない。オチをくれるんすか。血出てる。めちゃくちゃ巨大ヘビ出たっていう。めちゃ巨大ヘビ出たって嘘つけば。あ、これ飛行機じゃないの。いや、あるね。ヘビ3体もらいました。はい、大沢さんから何かいただけないかなということで、はい、今回はね、この竿、はい、大物用の竿と、はい、まあ、小物用の竿、はい、で、前回
動画で見たんですけど、スペアフィッシングやってるのを見たんで、ああ、そうなんですよ。森、刺すやつです。え、これ短いんですか。すげえよ。これでサメとかついてくださいよ。危ないです、危ないです、マジで。頑張ります。はい、よし。まさかの、んだほけに来るっていう。本当に誰も入ったことなくて、メンバーも多分来たことない人いるから。あのね、メンバーが来れない分、はい、今回真面目ですよ、本当に。あ、真面目でも、あの、結構ふざけてる人も多いんで。いや、もう、歌も頼むわっていう。超応援。これ、これマジでいい。サバイバルナイフとかペンチとかついてるやつ。最高。これやばいよ、多分。これめっちゃいいと思う。ナイフもついてんだ。あ、もう最高だわ、これ。いや、これあればとりあえずなんとかなる。ありがとうございます。うん、これは申し訳ないんだけど、本当にいいと思う。必要だと思う、絶対。これ。ありがてぇ。マッチ誰もくれないのよ。マジで言ってるの。焚き火とかできないでしょ、寒かったよ。あ、いや、ないじゃん、全然。5本しか入ってないタイミング選んで使ってもらえたらなと。本当にここぞという時に使ってください、これ。はい、わかります。また来たね。すいませんね、よろしくお願いします。あ、いや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 、これ、え、今、他、なんか、他の人が、他の人は結構行ってますね。まあ、最後です。うんうん。前回は、前回はカラーコーン、カラーコーンだもんね、持ってって、で、あの、着いた瞬間にカラーコーンがいっぱい落ちてました。前々から、言ってくれたから、はい、結構なもん用意することができました。わー、すいません、ありがとうございます。そんなに、大きくはないかな。あー、なるほど。じゃあ、今から持ってくるから。あ、わかりました。じゃあ、ここで待ってればいい。そうだね、そこで待ってて。そこで待ってます。じゃあ、ちょっと目つぶってても。はい、OK です。はい。よいしょ、よいしょ、よいしょ。それでは、目をお開けください。じゃあ開けます。はい。おお、いや、おお。綺麗になってる。綺麗になってる。この家にね、20個ぐらいあるんで。カラーコーンですか。とりあえず、第20回まではこれでいこうと思う。カラーコーン